一段です。本日ウィングルブン、ローカルマッチ制限金沢とジュビロ磐田の試合やっていきたいと思います。明日、今日金曜8月20日金曜日で明日ジュビロ磐田対制限の、ね、試合があるんで、それを、前日のプレビューマッチみたいな感じでやっていきたいと思います。スタメン予想はもう全く前節と同じ。もう前節ねベルディ戦ディフェンス絶対いじってくるよなと思ったけど全くいじってなかったんで、もう今回も前節を同じメンバーで来てます。ただ天皇杯挟んでるんで、まあ松本と優斗とあと康介の方がスタメン組だとねでちょっと出てるんで、そこら辺康介は変えないだろうけど、優斗のとこを牧人にしたりとか松本のとこ高野にしたりとかねっていう可能性はあるかなと思ったんだけど、まあいじってこないかなっていう予想です。じゃあやってきます。とりあえずは勝利。ゲームはすでに始まっております。金沢対岩田エキシビションマッチをお届けしてまいります。明日夜7時からだったかな試合は。右に攻めるのが金沢、画面右側が岩田。いやー大輝頼むぞ、やばいプレス外しちゃった。ナイス大輝、ゴール前ちょっと混戦状態でしたからね。ルキアンでコースがなかったんじゃないでしょうかね。やっと3、あーだす触れないか。うわ大橋、庄司、取れない。石尾、金沢戦っていうとなんか山田ひるかすごいなんか金沢さん躍動しそうな感じがする。なんかいつも躍動してるような気がするんだけど、前回対戦でも山田ひるきなんかゴール決めてなかったかな、気のせいかな。言うとあー森岡陸がの怪我やっぱでかいよな。山田チャンスになる、あれダメか。金沢先ほどから前線の選手が下がってきていますけれども、北澤さんこれはどのような意図があるんでしょうか。まあ、相手ディフェンスを引っ張ってくると同時に自分が攻撃の中心になれるということですよね、はい、相手を背負ってキープしつつ、うん、前を向ける力が必要なので、うん、来た。いや決めたかったな今のは。相手のディフェンスは緩慢なプレーになってしまいました。相手の隙を見逃さずうまくついた形でしたね。やっぱり高い位置で奪えばこういったチャンスは生まれてきますよね。相手の速いカウンター、これをなんとかしのぎました。こんなチームが相手の時は攻めている時こそ危険なエリアをケアすることが必要ですよね。ただ攻撃をやりきってしまうクオリティはさらに求められるでしょうね。うわダメか、まあコース甘かったか今のは。やっと3、丁寧に足元を使う。あやっと3に出したいな。さあ遠藤シュート、うわ欲しい、角度なさすぎたけど、やっと3がゴール前でやりがちなループパス。庄司危ないところでしたがなんとか切り抜けます。遠藤、岡崎から右へ、あれあれダメか。ハイボール縦へ瀬沼、ナイスユート。山田、いや当たっちゃった。ただ攻めれてるぞ大橋、カウンター気をつける。さあ前半中盤に差し掛かる時間帯、スコアは0対0です。通るのか、うわー通るか、つながります。コーナーキックボールを相手にディフレクトしゴールラインを割りました。
ナイス三浦。松本拾え、拾えない。ちょっとちょっと味方同士でちょっと安全に大きく縦へ。大津、さあ左サイドへ。うわダメか。ボールの奪い合い激しいものがあります。あ、ちょっとパスの場所が、やっと3ナイス。ルキアン、あれはだいぶ攻めてるぞ。ゴールの匂いはする。あれ強引に前向けないか、さすがに。スルーパス、いいボールだ。ここで受けて、あ、ファールか。ファールがありました。クリア、オッケー、ナイス。次へつなげたい。ルキアンから山田。あ、岩田、ここでファールをもらいます。オッケーオッケー。鈴木、松本へ。遠藤、松本へ。サイド張るか。オッケー、ナイス。ルキア、崩しのゴール。前半間際、終了間際、結構絡んだな。あれで勝負あったという感じでしたよね。まあボールをもらう前に事前にきっちりとイメージを考えたんでしょうね。なので必然的にボールコントロールもシュートもうまくいったというところじゃないでしょうかね。あんだけ振ればね。ここで長いホイッスル、前半終了です。シュートもゼロに抑えてる、いい感じ。岩田、まずは1点先制して、とりあえずこのままでいこう。目まぐるしく攻守が変わっていく中でチャンスを逃しませんでしたね。さあ、もう2点ぐらい欲しいぞ。もありますけど、まだ1点差ですし、守備に少しでも不安があるという状態ではちょっと怖いですよね。あれどこ出した。岩田、1対0でリード。後半に向かいます。後半ゲームはスタートしています。岩田、1-0リードです。サイドを縦に走らせます。ナイス、松本奪います。鈴木優斗、鈴木、小川。いやちょっとこのスルーパスは通りません。この位置で受ける、ナイス。前出すかも。右サイドへ振って、いやショートカウンター食らうなこれだと。遠藤、このボールをカットします。もうカウンター返し。長いボールを送ります。大津、サイドを使います。アーリークロス、ダメか。このクリアボール拾いたい。大津、どうする。一呼吸を置きます。あ、山田、裏のスペースを狙う。あ、ダメか。小川、オッケー。遠藤へ、岩田。このセカンドハーフの序盤を1点差でリードする展開になっています。この後はどうご覧になりますか。そうですね、早い段階から決めていけたら最高ですよね。いや、こういったケースでは敵だな、それは。非常に重要になってきますからね。この時間の1ゼロは非常にシビアですからね。島田、チャレンジはしません。後ろに流す。とりあえずもう1点取りいくぞ。島田へ、裏へ届くか。あ、
なかなか取れないな。いかがですか北澤さん。岩田としては後半に入ってからまだシュートないんですよね。残りの時間も計算しているとは思うんですけども、思い切って1点取りに行くっていう選択肢もありますけどもね。来た、これは取れないな。ワット裏を狙う。もうこれいいでしょ。ここは間合いを取る。オッケーオッケー。金沢としてはこのやり方を続けていけばいいと思いますね。とにかく前へ前へですよね。交代はもう両サイド変えよう。左松本は高野、右は金子、小川幸喜だそう。まあ、ファビアン・ゴンザレス120分出てたしな、前回ベンチに動きがあります。疲れのあれというと小川幸喜の方がまだ疲労ないはず。金子、金子行け。金子へ、右サイドから上がります。金子、右サイドを上がっていきます。岩田、交代の枠はまだ2つ残しています。やっと3で高野、高野、あれ、いや大橋、ちょっとここでカウンター食らいたくないな。さあ左へ預けて、ナイス金子、体を張ります。いいね。鈴木、遠藤、小川、スルーパスを出す。いいパス、素晴らしいパス、シュート、ナイス。小川幸喜のパスを無駄にしなかった。大きな追加点。いいポストプレーしたんじゃない小川幸喜。今のゴールシーン中盤で奪ってからの攻撃いかがでしょうか。大津の走りも良かったけど、非常にうまく攻めれましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、手本になるような見事なカウンターアタックですね。1点目誰が入れたんだっけ。1点目ルキアンだったかな。さらに1点を追加し2対0としています。岩田としては 2-0 リードは大きいですよ ね。まずゲームの主導権を握りやすくなったことは間違いないですし、しっかり今日は自分たちのサッカーができてるってことなんじゃないかなと思いますね。もう無失点、久々に無失点で勝ちたい明日。これを拾いたい岩田。藤村へのボール、ファルない、オッケー。さあカウンターのチャンスになります。スルーパスを狙う。あーダメ、合わない。ナイス、裏を狙う。ここで受ける。まだ来ましたよ、来たチャンス。あれ足蹴られてない。今縦へのボール、セヌマ。さあ右へ預けて。前回ベルディ戦スコアも遠藤のフリーキックも当てたから、小川幸喜で決めれば小川幸喜が決めるっていうようなジンクスならないかなって。どのように戦えばいいんでしょうか。ワンチャン持ってたんだけど。まあ、失点だけは避けたいですからね。もう無理しないことが大事になりますね。あれや、当たっちゃったか。大橋、砂田へ、金沢、なかなか前にボールが運べません。大橋、金沢もつなぐのはうまいな。あれ大橋、そういうミスをなしっかりともらいたいな。藤村、渡辺、金子、裏を狙っていきます。いいボールでしょ。セヌマ、お、これいいでしょ。あーラストチャンスか。それほどありません。さあここしっかり抑えて。そうですね、ショートか。中央へ、中途、ナイスキー。いいね三浦。いやー今のは北澤さんファインセーブでしたね。ちょっと見よっか。まあ1点やられたと思ったけどよく止めた。さもう一回、うん、ショート行きましたね。まあ、いやショート、クロスを入れる。あっやば、 PK、 終わりじゃないの。マジか。
ああまあ足にはいってるな。ここでチャンスを迎えています。ここは一つ決めたいところですよね。これ止めて無失点で勝つ。はい、まあ PK はしょうがないな。また2対1か。ここで笛です。まあゴールシーンを振り返って終わろう。後味悪いけど。さあ北澤さん、本日のゲームいかがでしたか。岩田としては周りの雰囲気に流されずに、アウェー戦ならではの戦い方をしっかりとやれたということでしょうね。はい、ありがとうございます。あ、やっぱルキアンか。ああ、さあ放送時間も小川大輝のアシストからのルキアンか。本日の試合解説には北澤剛さんをお招きしてお送りいたしました。北澤さん、どうもありがとうございました。いえ、どうもありがとうございました。岩田、接戦の末に対1位、トラップがうまかったな、ルキアン。さあ、2点目が小川航基の絶妙スルーで、ちゃんとそこを決めきる大津。いいゴールだ。ああもう最後は PK だからいいや。はい、ってこって明日2対1。まあベルディ戦も2対1だったけど、まあ明日大津さんが MVP だから、ルキアもゴール決めてくれることに乗って今日は終わっていきたいと思います。じゃあまたね、よければ見てください。では。